歯医者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池病院歯科の小池です。さあ、今日は成人の日ということで、僕はこう仕事が休みっていう形にはなっていますけれども、皆さんね、成人を迎えた人たち、どういった形で過ごしてますかね。成人の日っていうのはね、僕が若い頃っていうので言えば、成人の日っていうと、よし、ここでお酒が飲めるぞっていうような形でどんちゃん騒ぎっていうような感じのね、そんなイメージもありますが、まあ今はなかなかそういったのも難しいような、そういったね、時代というか、僕らの若い頃みたいに、じゃあお酒をどんどん進めちゃえみたいなのは、なくなってますし、浴びるほど飲むぞみたいな感じはもうなくなってるとは思います。まあ、とはいえ、まあ、この日を境にですね、意識を皆さん持ってやっていかれる、そういった面でね、十分心構えとして、これからは自分の責任でいろいろやっていかなきゃいけないんだっていうことを、若い人たちもね、思ってくれればという感じです。大人っていうもののね、切り替えで言うと、口の中で言えば乳歯、永久歯っていうので、子供の歯、大人の歯っていう部分があります。で、大人の歯っていう部分で言うと、乳歯っていうのに比べるとね、永久歯、いつ生え変わってるかっていうのを皆さんちゃんと覚えてますか？大体こう生え変わりっていうのが始まってくるのは、小学校に入るあたりから、歯の生え変わりっていうのがこう訪れるようになります。だんだんとね、永久歯が生えてくることによって、伸びてくるっていうかね、どん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 生えてきて、歯茎から顔を覗かせようとすると、上にある乳歯が邪魔なんで、乳歯の歯の根っこが吸収される、溶けていくような感じになります。そうするとだんだん最後にね、乳歯が歯がグラグラグラってなって、で、ピッて引っ張ったら取れる感じになりますよね。そうすると乳歯の抜けた歯なんて裏側見ると、結構ギザギザな感じになってたりとか、そういうのを思い出させるんじゃないかと思いますがね、あれが歯が溶けていったっていう感じの根っこの部分がね、大人の歯っていうのにだんだんと切り替わっていきます。で、これがやっぱり一気に切り替わるわけじゃなくて、小学校、中学校、そして高校になってもまだ乳歯の残ってる人っていうのもいます。まあこの辺になるとね、第二次成長期、男女差っていう性別差っていうのも出てきやすいところもあるんで、女の子の方がやっぱり第二次成長期ちょっと早いですよね。だから身長とか体つき、こういったものも男の子に比べると、女の子の方が小学校の高学年ぐらいでも、成長の早い女の子であれば、すでに永久歯がしっかり生え揃ってるような子がいたりします。ところが男の子なんかでね、高校生になっても、場合によってはやっぱりね、口の中に、乳歯が残っているというようなこともあります。なので学校歯科検診なんかでね、小学校だけじゃなく、やっぱり高校まで見ていかないと、乳歯から永久歯の生え変わりちゃんと全部見てあげるってことはできないなっていう部分はやっぱり感じます。まあそういう形でね、大人の歯ってのに切り替わっていくわけですが、最後の最後、今度は親がもう口の中を知らないぐらいになってから生えてくる親知らずなんていうね、一番奥のやつがあります。まあこの親知らずっていうのがまともに生えてきてくれないんですよね。まあ昔に比べると、皆さんこう顎がね、どんどんちっちゃくなっていって、小顔になってるって言えば言い方いいのかもしれないけれど、まあ結果として親知らずが生えるスペースっていうのがなくなってきてるわけです。結果親知らずが綺麗に生えてこなくって、斜めになってたりとか埋まってたりとか、いろんな状況になってると思います。綺麗に生えてないので汚れやすく虫歯になりやすい。結果として親知らずだけではなく、その一つ手前の歯、通常でいう一番奥の歯っていう部分を虫歯にしてしまう可能性がある。ところが皆さんがね、一番嫌う治療、入れ歯っていうのになりたくないよっていう時に、この一番奥の歯っていうのが残っていることによって、入れ歯になるかならないかっていうのが結構大きく変わります。まあその辺は興味があれば、ブリッジとか入れ歯というのでね、調べてもらえれば、なかなか口だけで説明するには難しいところではあるんでね、まあその辺をもし詳しく聞きたいなと思ったら、小池病院の歯科の方に訪れて、初診を通って説明を聞いてもらう、それでももちろん構いませんけどね。まあ、一番奥の歯、これを大事に守るということは、入れ歯にならないためにも大事だということは覚えておくといいと思います。さあ、大人の歯にこう皆さんこう変わっていって、そして親知らずが生えてくる、
親知らずの生えてくる年齢が今のこの成人の日のこういった年齢に近くなってるんじゃないでしょう。しっかり成人を迎えて楽しんでください。それでは今日はこの辺で失礼します。